皆様こんにちは、山芋です。今日はマインクラフトポケットエディションやっていきたいと思います。で今日はですね、地下の方をちょっとやっていこうかなと思ってます。で見てわかる通り、スキンをねちょっと変えてみました。でここら辺もちょっとね緑を増やしていって、まあ将来的にはここを全面緑にして、なんかちょっとおしゃれな感じにしていこうと思ってます。後ろのゾンビはまだ生きてます。今日も頑張ります。前回家のね地下をちょっとご紹介したんですけども、あれから予定通り掘り進めましてですね、こっち側に地下を作りました。なんで落ちてるの、なんかあったっけ今日なんでいっぱい落ちてるの。まあいいや、なんか事件があったのかなでここの下にじゃじゃーんと下の階まで掘り進めました。なんだマルチブランディングだっけ、なんか違うねあれをしようと思ってちょっと閉めとこう。で掘ってたら前行った洞窟、家の近くの洞窟とつながってたんです。ちょっとだから整理をしていろいろいろんな方向に行けるようにちょっとしました。ここの下が前行った洞窟なんですよね。ここはね上がで、こっち側もなんかねちょっと掘ってみたんですよね。さなんか洞窟とつながったんで、またこれは今度行きます。どっち行くんだっけ。で今日はこの下をちょっとずっと一番下まで行きます。じゃじゃーん、ダイヤモンドですすごくないですか。見つけちゃったんですよダイヤモンド。で掘ってたここ溶岩があったんで、ちょっとねそれを気をつけながらやりたいと思う。ゾンビの声聞こえるの大丈夫かな。これを掘る前にあれよね、下とか上とかをこう掘って何もないのを確認してからじゃなくて、溶岩に巻き込まれる可能性があるんだよね。ちょっと周りを掘っていこう。うん、よし、下大丈夫ね。あーでもないね、ダイヤモンド4個だけかな、4個だけっぽいね。よし、ここは溶岩じゃないのかな。ただもう向こう側がねもう本当に全部溶岩だったんだよね。こっちはダメだね、もう溶岩だね。どうしようかな、どっから水流す。やばいね、もうお水を、遠いか。ちょっと待って、もう一個前行っても大丈夫。よし、でここに怖い、もうおお恐ろしいね。でもわあ、結構ざっくりあれなんだね。全部かな。わあ、これは大変だね。とにかく頑張ります。どうしよう、この下が溶岩だ安全なところのダイヤはここの3つかな。その3つを取ってダイヤモンドのツルハシをゲットしてから、お城の黒曜石を削るしかないよ。削って取るしかないよね。だって 1,2,3,4,5 5個ってことかな、ダイヤモンドが6個か、5個だね。何個だ、分かんないこれを4個5個6個6個あるね、6個あるね。どうしよう、ほんとどうしよう。7個ある、1分かんない。あとこの上は絶対安全だよね、だって下がダイヤモンドだからね。
こを取ろう、この下はダメなの、この下はダメなの、だこれは絶対に大丈夫だからこれまず取ろう。出たね、 OK。 でこの下はちょっと危ないんだよね、この下ダメなんだよ。でこれはここはいける、ここの2ついけるからこれを取ろう、 OK。オッケーオッケー、ダンプ取ったね。オッケー、なんか出たね。オッケーオッケー。え、すごい、1、2、3、今取ったでしょ。で、え、すごい、こんなにいっぱい出るんだ、嬉しい。で、この下絶対ダメなの。何の声？怖いな。3つあるからこれでダイヤモンドのツルハシを作ってこよう、上行って。で、作って戻ってこよう。はい、ダイヤモンドのツルハシを作ってきたので、これでおそらくですが、黒曜石がね取れるはずですよね取れるよね。黒曜石をこれでちょっと上からちょっと水を流しつつ、こうすると行けるはずなんだけどね。ジュッて言うかな、掘れたよね、掘れたよね。今ジュって言ったからやっぱりマグマだったんだね。ジュって言ったよね。掘ってる？シュって言ったね。ちょっと水で一回回収しよう。あー、黒曜石になってるね。敵の声が怖い。うわー。もう一層やらなきゃダメだね、これね。なるほど。ちょっと頑張って下開けます。はい。これで完璧に、このダイヤは取れるようになったので取っていこうと思います。下にレッドストーンもありません。でもレッドストーンの周りもまだ黒曜石がねたくさんあるので、その下がおそらく溶岩であろうと。1つ2つ3つ4つ5つ、なんかきっとエンチャントとかつけたらいっぱい取れるんだろうけど、よいしょ。エンチャントもねよく分かってないんですよね取れた？取れてないよ。なんで取れないの？どうしよう。取れた、よかった。下手に掘れないからね。よかった。あ、高さ覚えとくの忘れたな。ここら辺だったよ。ちょっとドアつけて場所覚えとこうと思ったの。ここら辺だったよね。ここら辺からブランディング。違うな、なんだっけブランチマイニングをしたらダイヤモンドがいっぱい出るはずなんですよね。よし、ダイヤモンド5個ありますね。ということは8個あったんだ。すごい、ダイヤモンド8個ゲットですよ。素晴らしいですね。でこれからまたここら辺の高さをずっと掘っていけばいいってことですよね。いっぱいなんか出るかもしれない。すごい。はい、今日はねいい感じにダイヤモンドゲットしました。でまた今度からもねちょっと頑張っていろいろやっていこうと思いますが、黒曜石ゲットしたんでね、ちょっとネザーとかもちょっと行ってみたいなと思いつつ、まあ、楽しみます。ちなみにこの金の鎧はゾンビさんからもらったのでもうすぐ壊れます。また見てください。さよなら、バイバーイ。